テジョンにある介護療養型医療施設の20代の入所者が、新型コロナウイルスワクチンの接種後に死亡した。ワクチンの副作用によるものかはまだ確認が取れていない。大田市によると東区にある介護療養型医療施設で、2日にアストラゼネカワクチンを接種した20代の女性が、4日午前に死亡したという。この女性は、転換などの基礎疾患があり、 介護療養型医療施設に入院したことが分かっている。大田市貿易当局はワクチン接種と死亡の因果関係について調査している。